生放送を見てくれた人だけにプレゼントゲットのチャンスがあるよ。ハッシュタグは画面の右上をチェック。はい、そしてチェックザ・ハガールになって初めてラッキーが全員集合してます。せーの、おー、今日は最新曲秘密記をスペシャルパフォーマンスするのでお楽しみに。はい、そして20人のハトマが集まってくれました。その高田選手、まずその実力をご覧ください。超絶すご技を披露してくれた高田選手はなんと一輪車の世界大会トラックレース部門で女子総合4連覇。さらには妹とペアで出場した演技部門でも世界一に輝いた超すごい人なんだ。さあ今日は一輪車の基本から丁寧に教えていただきます。上手に乗るために大切なことは、一輪車に大事なのは体幹です。で、分かりやすく言うと腹筋などの力がすごく大事になってきます。背筋を伸ばした姿勢を保って走行することが必要だから、一輪車を練習すると自然に体幹がとても鍛えられます。そうなんだ。さらにバランス感覚も養われるので総合的な運動能力アップにつながる可能性もあるぞ。そうだ、一輪車経験のないようアトモも必見。3つのステップを踏んで練習していこう。まずは最初に乗せた足を決めてほしいんだけど、はいはい、大体右利きの人は右足から乗せると思うんで、なるほどね、またいでまたサドルを、そしたら右足かけます。階段を登るときみたいに右足をグッと踏ん張って、左足をペダルに乗せます。簡単そうに見えるけど、痛いな、大丈夫、絶対無理。乗るためにはコツがいるようで、まずペダルを乗せる位置なんだけど、うん、自分の靴の一番幅が広いところがペダルに乗るようにするといいです。で、ガニ股にしたりとか内股にせずまっすぐ前に向けます。で、そこからグッと踏ん張って頑張れ。おー、いけたー。今頑張れ。あー、上手、やばい。アドバイス通りにやれば簡単に乗れるようになるんだね。
次は少し進んでみたいと思います。で進む時のコツは姿勢を良くすることと前をしっかり見ること、進行方向をしっかり見ます。そう、初心者は足元が気になって目線が下を向いてしまうけど、前を向いて背筋を伸ばすのが上達の秘訣だ。おあすごい、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 すごここでのポイントは、なんか乗り始めの人こそ結構スピード出して乗っちゃった方が勢いでいけたりとかするから、 1、2、1、2くらいでは焦げた方がいいかな。アドバイス通りに挑戦してみると、いやすごい、自分が一番驚いてる。いや今乗ってましたよね。すごい、すごい。さらにカンナも、乗ったことないって言ってたから、まさか今ここまで進んでるのがびっくり。コツさえマスターすればみんなも乗れちゃうかも。学校で挑戦してみてね。すごい、井の作どう見てみて。いやもうすごすぎて私も15年ぶりに乗りたくなりました。いやぜひぜひ、夜々小学1年生の時に乗ってたから、今度おはした一輪車で来ようかな。ゆうわはどう乗ってみて。いや本当難しかったんですけどね、やっぱ先生が教えてくれたおかげでできました。あっちりだせ。さあということで、ワドモのみんなね、さまざまなポイントがあったんだけども、まずはこれ、背筋を伸ばして前を向いて漕ぐことに注意するときっと上達するから、みんなも挑戦してみてちょうだい。はい、さあひなたちゃん、ナイスな調査依頼だったよ。サンキューベリーマッチ。さあそしてそして、現在登場中の小学1年生では、ボールの投げ方やスケボーの乗り方など体育が苦手でもきっと好きになれちゃう裏技記事がたっぷりですよ。さらに付録では乾電池で動く最新ロボットエボルタネオクも付いてるよ。みんなぜひチェックしてね。かわいい。さあこの後は最新曲君好きよスペシャルダイブ、おはともみんなも一緒に盛り上がろう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。チャオ12月号は憧れのコミックマーカーがついに登場。おしゃれなイラストが簡単に描けちゃう。さらにカラーリングブックや大人気作の読み切りも。チャオ12月号発売中。第1巻発売は1994年6月。それから100巻までいろんなことがあったな。あれ俺の年って。名探偵コナン100巻発売中。みんなありがとな。たまごっちスマート、紹介するパジャマはこちら、夢っくりパジャマ。めくると一瞬にして絵が変わる夢のパジャマ、パジャモーベラス。寝冷え防止になる夢くりパジャマ、こっちも。お待たせしました。それではラッキーラッキーでビットモチェンジひらめきパワーズのエンディングソング君好きです。よいよいよ、チケラチケラ。
チキー。いやー、ということで、ラクラクのみんなありがとう。超可愛い曲だったよね。さあ、おはとものみんなも一緒に盛り上がってくれてありがとう。お兄ちゃん、お兄ちゃん、見て見て、どうだったお兄ちゃん。最高。いや、僕の厳しいレッスンに耐えてよく頑張ったね。いや、君が好きって言われたら困っちゃうんだよ。そして最新曲「君月」も収録されているラッキーラッキーファーストミニアルバムが本日登場です。イエーイ。最高に可愛い歌とダンスになっているので、みんなぜひチェックしてね。続いては松丸王子の謎解き旅。砂漠の街で現れる謎者とは、みんなで王国を救うぞ。おはともの、みんなさあ一緒に行こう。謎とキングダム。ようやく砂漠の町アレーナに着いた松丸くんたち。この町にいるという物知りな人を探そう。人を探してる、教えるわけないじゃん。意地悪だな。じゃあ謎解きで勝負だ。よし。チューバットのひらめきタイプの謎解きが解ければ YouTuber に向いているかもしれないよ。問題が出てくるよ。よし。ハテナに入る言葉は何？みんな力を貸して。よし、みんなで一緒に解こう。ひらめきが大切だよ。これはどう？コーダーひらめいてる？丸、三角、×の図形があるね。それぞれ2つ、4つ、2つに分割されてるみたいだけど。バル、あ、つーか。さあ、選択の時だ。ってことは、やばい、分からなくなった。ちゃん、みんなの答えが出そろったね。それぞれ分割されたパーツが、まあ、丸、三角、バツに対応していたんだ。答えは、砂漠。よし、謎解きクリア。まったく、仕方ないな。謎解き仙人に何の用かの？うお、仙人だ。この身のことを知りたいんです。ならばわしの出す謎解きを解いてからにしてもらおうかの。謎解きを解いて謎の身の秘密を教えてもらうことができるのか。この後は全力オファスポークラブ。 BMX 界のスター、中村輪夢選手が登場だ。 BMX めっちゃぶちゃ。君が好きで止まらない、君が好きが止まらないんです。不器用だけど許してよね。君は好きって言わないでほしい。ラッキーラッキー君好き。30センチの片思い届きそうで届かなくて、こんなに近くにいれるのに掴めなくて。やっぱほらほら、煮込みラーメンだ。イエーイ。ラーメン、野菜、煮込むと美味しいよ。うん、野菜も美味しい。美味しい。うまい。長谷園の煮込みラーメン。ご飯にチャーハンの素、ガッツ炒めるだけ。このうまさはおいちょんだよ。チャーハンの素なら長谷園プレゼント。近い将来大活躍するかもしれない未来に輝くオハスターたちを応援。全力オハスポクラブ。今週から1ヶ月にわたり紹介するのは BMX フリースタイル。東京オリンピックで新たに採用された、たれ話題となった自転車に乗って技を見せる競技だ。そして今回協力してくれる BMX フリースタイルのエキスパートが、おはー、東京オリンピックに出場した中村輪夢選手。今日はリム選手がどうやってオリンピックの選手になったのか一緒に見ていこう。リム選手が BMX を始めたのは3歳の時。元 BMX ライダーでショップを経営しているお父さんの影響だったといいます。5歳の時にはこんな高い場所から走っていたリム選手。すごい
日々の練習はどうしていたかというと、小さい頃はひたすらもうこうがむしゃらにほぼ毎日練習してて、まあ学校ない日はまあ長い時で多分9時間とかやってましたね。当時は専用の練習場もなく、両親が車で何時間もかけて練習場に連れて行ってくれる日々だったそうです。そんな両親に対してリム選手は、やっぱもちろん感謝してますし、ここまでサポートしてもらってるんで、これやっぱ一番は結果で返したいなと思ってます。その言葉通り、海外でも好成績を残してきたリム選手、一番の武器はバックリップキャンキャン、片足を出してきてスーパーマン。素晴らしいです。4メートルを超える高いジャンプ、オリンピックでもジャンプを武器にメダルが期待されていましたが、去年の9月に左かかとを骨折、 BMX に乗れない日が続きました。まあ、正直今でも僕もやっぱなんかああしていれば怪我しなかったかなとやっぱ思っちゃう時もたまにあるんですけど、怪我してしまったのはもうしょうがないんで、いい風に使えたらいいなと思いました。オリンピックでは怪我を感じさせないプレーで世界のトップ5入りを果たしたリム選手、どんなことがあっても気持ちを切り替え、その時できることをやっていく、みんなも参考にしてみよう。そして今のリム選手の BMX に対する思いは、やっぱやり続ければやり続けるほど BMX への愛はもちろんでかくなって、 BMX があってこの人生なんで、よかったなってやっぱ常に思います。来週からは未来のオハスターも登場、スポーツが苦手な子へのアドバイスも必見だ。いやすごい、めちゃくちゃかっこよかったですね。僕スケボーの方が好きだけど、ちょっと BMX にしようかなと思って。いいね、楽しそう。はい、BMX 界で活躍する未来のハッサーに中村選手はどんなアドバイスをするのか、来週もお楽しみに。それではすばにお天気よろしく。はいはい、それでは天気お伝えします。福岡から岡山はにわか雨に気をつけてください。名古屋と東京は晴れるでしょう。札幌は昼頃まで雨が降り、雷が鳴ることもありそうです。以上お天気でした。ありがとうな。さあここでお笑い超特大イベントのお知らせです。はい、僕たちも出演する東京グランド花月が開催されます。メンバーも超豪華なので見に来てください。すごい、はい、阪神巨人だよ。師匠ね、師匠、師匠つけてくださいよ。おはともが大好きな、西川のりお髪型の少将は出ません。すいません。ごめんなさい。そしてこれは企画です。稲田くん、今日は何の日？お兄ちゃんが日本一面白いこと言う日と、おい、宝トミー、キャップ革命、ボトルマン、ペットボトルキャップを発射、電動走行、ドラゴンターゲット、ドラゴンの弱点を狙い撃て、神ショットで大討伐、サラファイア&ブラストボス大討伐セット、合体で超シュート。宝トミー、隅っこ見って、カメラで隅っこゲット、色を探して罠を作ろう、赤色発見、作った罠で白クマゲット、隅っことカメラで遊ぼう、隅っこ見って、デラックスも。シャドラムが敗部？シャドラムを救うためには君の力が必要じゃん。一緒に頂点目指して戦おうよ。俺たちのシャドバはここから始まる。シャドラムチャンピオンズバトル、得点はこれだ。サイゲームス村上です。シャドバ弱すぎくんです。シャドバ弱すぎくんです。シャドバやりながら高級フレンチに行くことになったよ。シャドバやりながらって大丈夫なんだ。あー違うよ。おーぜみんなみんなハマってる。シャドーバースもらえる。今から画面の一部が変わっていくにゃん。みんなわかるにゃんか。妖怪ウォッチャー毎週金曜夕方6時25分から絶賛放送中ずら。ビッタボ戦士ひらめきパワーズ来週日曜朝9時から放送中。ゲームスタート。シラキキラクリストリー。さあここで生放送を見てくれた人にだけプレゼントゲットチャンス。今日のハッシュタグおハッシュタグ。今日は一体何の日なのか、メンバーが仮装してポーズを撮ります。その画面を撮影してツイッターにアップすればこちら、
水曜メンバーとラッキーラッキー全員のサイン入りポスターをポスターと新曲の CD をプレゼントします。わーしゃー。さあ、それではみんなカメラの準備は OK かな。制限時間は5秒です。いくよ、せーの、おはスタイル。撮って。え、何の日だろう。漫画は文化。そこまで。さあ、みんな分かったかな。今日は漫画の日でした。さあ、漫画の発展を願う日とともに、漫画の神様手塚治虫先生の誕生日に由来される記念日なんだってさ。さあ、そして今撮った写真を朝の8時までにツイッターにアップしてちょうだい。ね、で、今出てるこの文字もタグ付け忘れないようにね、みんなよろしく。お願いします。さあ、では改めて、おはどもの日向ちゃん、さらにライブを応援してくれた20名のおはどもみんな、今日はどうもありがとう。ありがとう。日向ちゃん、ぜひ、挑戦してみてね。ね。OK。さらに、ラッキーラッキーのみんなも新曲披露してくれて、どうもありがとう。ありがとうございます。トシバニーもね、今日聞き込みます。ということで、素敵な一日にしてちょうだい。せーの。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。朝って爽やか、僕みたい。ケイン君みたいかはわからないけど、確かに爽やかだよね。今日もめげずに元気にいこう。ひなテレビフライングベイビーズプチ始まりました。お母さん、お子さん起こしてください。いるよね、ああやってさ、バイを狙っちゃうラブラブアピールマックスの仲良しカップルってやつ。ラブラブ熱風でもう圧がなすぎだよね。え、そう思わない？良いではありませんか。仲良きことは美しきかなって言いますしね、ふみ。本当に何、私たちの縄張りでリア充ウイルスをぶちまけてやがんだ。お前たちのラブラブハートも67度の湯本の源泉でドロドロになるまで煮込んでやろうか。激アツ釜茹での系じゃ。ふみちゃん、心の叫びがただ漏れだよ。またああやってわざとらしく地図なんて広げちゃって、地図が読めるアピールですか。私地図苦手とかいう女子に、俺がお前を天国に道案内してやるぜとか言うつもりですか。ちょっと待って、あれは絶賛配布中のフライングベイビーズマップ。あらー、フライングベイビーズ聖地マップは湯本で配布中ですよ。ぜひ遊びに来てね。じゃあ今日も一日アロハッピー。チェックチェック、今回るかな、チェックチェック。星回るかな、チェックチェック。膝回るかな、大丈夫、OK。今日もなんとか頑張れる。毎日毎日チェックチェック。ちっちゃな健康積み重ね。毎日毎日チェックチェック。みんな一緒にチェック体操。暮らしのスマートウォッチ、写真も動画も撮れちゃう。